ちは。あなたが、ユリガオカのリリーを取材しているというインタビュアーの方ですね。本日は私の番ということで、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、改めまして自己紹介を。鎌倉府出身、ユリガオカ女学院高等部、一年椿組の六角しおりと申します。所属レギオンはレギンレイブ。通称水友会で副賞を務めさせていただいております。出演ゲルは谷口聖様、ルームメイトは幼馴染の牛田和月ちゃん、二人とも私と同じ水友会所属のリリーでもあります。趣味は工芸全般、特に陶芸が好みです。よく放課後にろくろを回していて、なんだかいっぺんに喋ってしまいましたね。実は昨日、同じクラスの二川文さんに手伝ってもらって、インタビューの受け答えをする練習をしたんです。取材は幾度か受けたことがあるのですが、当たり障りのない話をしてしまいがちなところがありまして。なので、今日はきっちりかっちり答えさせていただこうかと。遠慮なく、どんどん質問なさってください。はい、レアスキルについてですね。私のレアスキルはチャームを2つ同時に使用することができる円環の御手です。2つ持つことで攻撃を重視するか攻守のバランスを取るかは覚醒者によって異なるのですが、私の場合は私立ルドビコ女学院の福山ジャンヌ幸恵様から教わった攻防一体のバランスタイプになります。なぜ幸恵様にと言いたそうな表情をされていますね。以前怪我で利き腕の左手をうまく動かせなくなった時、聖姉様が幸恵様をご紹介してくださったんです。幸恵様も円環の御手をお持ちなので、いろいろとご教示いただき、攻守バランスを取るスタイルに落ち着いたんです。幸恵様は優美な身のこなしで有名ですが、私の場合は、その、なんというか、自分ではそのつもりはないのですが、チャーム使いが荒いと、交渉家の皆さんによく叱られていまして。え？リリー好きの間では、割と有名な話？そんなことで有名だなんて、ちょっと困ります。でも、そのおかげというのも変な話ですけど、新型チャームの合成試験を担当させてもらったりもしているんです。本意ではありませんが、私の戦い方がチャームの性能を向上させることにつながり、それによって誰かを守ることにつながっていくのであれば、一人のリリーとして、とても誇らしいことでもあります。人生いにしえより、誰か死なからん。単身を留守して、歓声を照らさん。これは、私の好きな漢詩の一節なのですが、この身を閉じても守るべきものがある。そういうリリーでありたいと思っています。なんだか、しんみりさせてしまいましたね。すみません。もう、時間もいっぱいですか？はい。最後に軽めの話題ですね。わかりました。それでは、最近好きなことについてお話しさせていただきますね。餃子のタレの酢醤油のバリエーションを試したり、モダンジャズを聴くことにハマっています。あとは、創作クラブのみんなとその時々でテーマを決めていろいろなものを作ってみたりしてます。あ、創作クラブはユリガオカの有志が毎週水曜日に手芸や工作を楽しんでいるクラブ活動です。最近は部外の人も工作室を訪れるようになってきているので、さらに部員を増やしていこうと目下計画中です。このインタビューを読んでいるユリガオカのリリーの皆さんも、ぜひ創作クラブの工作室へ遊びに来てくださいね。
それでは本日はどうもありがとうございました。私には不動拳の姫という異名がありまして、自分で名乗ることはないのですが、この異名が戦場で仲間の鼓舞につながるのならとても光栄です。